っしゃいましたか。一体蓮氏殿は姫蓮氏様。一体蓮氏殿春長篠での勝利により小田原城の包囲にほころびが生じた。豪を煮やした平の清盛が今こそ好機。竹中半兵衛はすかさず進軍の指示を出した。小田原城を解放すれば過去は大きく変わる。新たな道が開ける。絶望に閉ざされた未来に芝生さんと馬長さんが頑張ってくれたみたいだね。敵の注意がそれて小田原城の包囲はだいぶ薄くなってる。とはいえ包囲は続いている。小田原城の危機的状況は変わりない。そこを何とかするのがわしらの役目よ。包囲には島津が参加して噂には聞いていたが、本当に妖魔に協力して、この戦い立花が出るぞ。あの戦槍まだ暑いけど穴は開けられる。まずはお城のお姫様たちと合流しよう。その後は城を守りつつ清盛を倒せばいいかな。馬長さんと芝生さんの頑張りに応えよう。じゃあ皆さんよろしく。お方様の留守を預かってるんだから、小田原城は絶対守ってみせる。まだ諦めないなんて軽なげね。こういう人見るといじめたくなっちゃう。あんなところに敵？いけない、行きます。助けに行かなきゃ。こっちはそろそろ限界かな。まだまだ天下無双の剣を舐めるなよ。やっとね。なんか頑張ってる感じがいいな。まあこれぐらいにしといてやる。敵将打ち取ったね。はい、来てくれたの？当たり前でしょ。私たち友達なんだから。小田原城みんなも私が守ってみせる。はい、お待ちしてました。やば、私やっちゃった。
裸よ。せいぜいあがくがいい。はい、注目。お城は私がもらっちゃいました。ここまでかよ。小田原城は親方様のもの。あんたなんかに渡せるか。西の守りを崩した。ではとどめを刺すとしよう。あなたすごいよね。ておれん。我が軍も続くぞ。その戦ぶり、手本といたします。私を止めようっての？舐めないで。この城は渡さない。あんたは私がぶっ飛ばす。そこをどきなさい。ここは親方様の場所よ。親方様って北条氏康さん？あの人もう死んじゃってるんじゃない？うるさい。あんた絶対許さない。一段と冴えておいでですな。ですね、蝶の舞うごとくです。おい、骨ごと噛み砕いてくれ。負けておれん。我が軍も続くぞ。私たちのお城も清盛に壊されたの。だからこれは復讐戦だよ。
親方様、もういつ帰ってきても大丈夫なんですよ。一生懸命。さて、次の手を考えますか。援軍に来てくれてありがとう。おかげで親方様の留守を守ることができたわ。その未来から来たとかちょっと信じられないけど。わしは信じよう。そのような手札が人にある。妖者との戦は面白い博打になる。私も信じたいな。武蔵さんを助けられるかもしれないし。ま、百聞は一見にしかずって言うし。かぐや、うわ、眩しい。かぐや、人間とは不思議なものだろう。脆いように見えて存外強い。決して希望を失わず何度でも立ち上がる。私は確信している。かの妖者は必ず人界の強者によって滅ぼされるだろうと。小田原城を救い戦力は増した。だがかの妖者を討たぬ限り未来はない。そこでこれより貴公らには妖者討滅の方策を探る手助けをしてもらう。芝生将軍らは私と共に主天道寺なる存在を追ってもらいたい。おそらくかの主天道寺こそが妖者討滅の方法を解き明かす鍵となる。安兵衛将軍らにはダッキを追跡してもらう。ダッキはこの世界の成り立ちから立ち会ってきたものだ。奴を捕らえれば有力な情報を得られよう。そして馬長将軍、貴公らには平の清盛を追ってもらいたい。かの者は邪法によって多くの人間を操っている。我らの行動が妨害されぬよう、そして邪法を砕き味方を増やすよう期待する。では少々よろしく頼む。